はいどうも、神社先生です。今回は群馬県高崎市お菊稲荷神社にやってまいりました。さあそれでは、神社生徒しのぶさんと今回も参拝してまいりましょう。はい、参りたいと思います。いや、さすが稲荷神社だけあって、鳥居が並んでる感じがいいですね。綺麗ですね。ちょっと公園みたいな作りになってる雰囲気ですね。公園感が憩いの場っていう雰囲気があっていいですね。ちょっとあの左側にお社ございますね。ちょっと行ってみましょうか。行ってみましょう。ちょっと気づきませんでしたが、こんなちゃんと大鳥居もありますね。狛犬がございますね。結構立派ですね。こちらこじんまりとしたお稲荷さんですけど、御朱印が可愛いということでインスタで評判になってまして、ちょっと私も一回来てみたいなと思ってたんですよ。なるほど。お菊稲荷神社はおよそ550年前の天正10年、北条氏が古い祠を神社として再建したのが創建とされています。そして江戸時代、近所にお菊という心優しく美しい娘が住んでいました。お菊は病を患い住むところを失いましたが、神社の近くの小屋で近所の人たちから看病を受けることになりました。3年後にお菊は稲荷神よりお告げを受け回復、神社の巫女となり神秘的な力を得たそうです。お菊のもとには大勢の相談者が訪れるようになり、いつしか神社はお菊稲荷神社と呼ばれるようになりました。参道の下に可愛い狐さんが、狐さんが描かれてますね。これは可愛いですね。はい、これはちょっと楽しく参拝できる雰囲気でいいですね。確かに。 あ、またいい。左手には古めの手水屋もございますね。なかなか年季入ってる雰囲気ですね。ここにもいますね。はい、かわいい。さあではいよいよ拝殿の前まで近づいてまいりましたが、なんか新しい、そうですね、非常に新しい立派な。賽銭箱のこのマークも可愛いですね。さあ拝殿の左隣にはこちらは白虎社と呼んでるかね。あ、すごい。なるほど。いや、綺麗なお稲荷さんって感じで、そうですね、本当いいですね。素晴らしい、綺麗な。こちらにも白虎図か。
ちら聖徳太子お祭りされてるみたいですね。こちらに能舞台みたいなのもありますけど、今はちょっと工事中なんですかね。ですね。では裏手に回って本殿はどんな感じになってるんですかね。ああやっぱ本殿も現代的ですね。それでは評判の御朱印をね、はい、いただきに行ってみましょうか。こちらが社務所ということですね。こちらのマスコットなんでしょうかね、ふくふくちゃん、ふくふくちゃんマーク入りの御朱印帳ですとかいろいろありますね。ありましたもんね。キツネさんの前掛けとかいろいろありますね。じゃあそれでは評判のね、はい、ご試飲いただきましたね。はい、はい、では何種類いただいたんですか。4種類ですね。なるほど。はい、ではまずは1作目。はい、じゃーん。どうですかこの可愛らしい。可愛い。これをかける人がいるってことですよね。この絵もですよね。うわ素敵ですねこれ。そして2枚目。はい、もうこちらなんか渋めでなかなかかっこいいですね、うん、この菊の字、うん、この狐の尻尾を思わせるような、これは素敵ですね、うん、素敵ですね。じゃあ3作目。これは可愛いですね。こちらは書き置きのものなんですかね。そうですね。こちらが10月の限定御朱印ということですね。はい、素晴らしいですね。可愛らしいですね。はい、ラストいきます。こちらも10月限定。そうですね。可愛い。これはこれでまた秋らしいですね。これは来た甲斐がありましたね。いやありがとうございます。それではお菊稲荷神社参拝させていただきましたね。はい、こじんまりとしてますが、もう綺麗な境内で、はい、公園みたいな雰囲気もあって本当に楽しい参拝ができましたね。そうですね。可愛い御朱印がねいっぱいで、御朱印を集めている方には本当おすすめになっております。はい、ぜひ皆さんも参拝してみてください。はい、ありがとうございました。